最近のね、そのツイッターのイーロン・マスク買収して、うん、そのどちらかというと左寄りのその言論人的な人たちが、うん、そのキュレーションしてたニュースが、まあ、なくなったりとか、うん、まあ、最近も新型コロナウイルスに対する検閲みたいなものやらないよとか、はい、でもあれってどうなんですか、テレビ局って一応その不偏不党というか、うん、ああもう完全に嘘ですね、それ ね絶対嘘ですよね、絶対嘘です、もうものすごいですよ、近年特にすごくなってますね、うんうん、どうですか、ずっと、まあ、テレビ局の仕事されてたわけじゃないですか、そうですね、放送作家なんで、はい、正直、はい、まあ NHK はそうでもないんですけど、例えば TBS とか、うん、まあ僕もよく出てますけど、うん、の報道とか行くと、うん、やっぱもうめっちゃ左ですよね、はい、もう完全にですね、はい、めっちゃ左っすよ、はいはい、で特に上の方の人が、はい、例えばツイッターとかもそうで、うん、ツイッターも中に結構左寄りの人がいっぱいいて、あのニュースのキュレーションとか見てると、うん、朝日新聞とかハフィントンポストみたいなばっかりだったりとかしたんですよ、うん、かつては、うん、あの朝日の影響ってやっぱりすごくてですね、朝日はもう今もう300万ぐらいになってますね、はい、実売、はい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 、だから本当そういう意味ではすごい少ないんですよ、はい、影響力としては、うん、ところがやっぱり朝日の影響力がすごいのは、各局民放はワイドショーとか作る、あるいは報道を作る、その時に、これをどういう角度で切っていったらええやろという時に、うん、朝日の社説とかそれを呼ぶんですよ、だからすっごい朝日に影響されてます、うん、あそうなんですね、そうです、あれだって僕相当やばいですよ、うん、社説とか俺で一番ムカついたのは、はい、あの江添さんがね、はい、江添博正さんって、はい、あのリクルートの創業者が亡くなられた時の、はい、あの転生人口、うん、もう腹立って、うん、もう刑務所いたんですけどその時、うんうん、刑務所からもう腹立ったっていうメルマガ書いて要はリクルート事件の一番最初の発端の記事を書いたのは朝日新聞なんですよ、うんうんうん、あの川崎市の助役がリクルートから、うん、あのリクルートコスモス株をもらってたっていう、まあ、もらったんじゃなくて正確には買ったんですけどね、あれまで、うん、でそれをその値上がり可能なあの確実なそのリクルートかコストモス株でっていうことでそれが賄賂に当たるみたいな話になったんだけど、あれは結局その江添さんって最終的に15年ぐらい裁判して、最終的に執行猶予付きの有罪判決が出たんだけど、あそんなもんやったんですね、そうなんですよ、もう引っ張って引っ張って、もう最後の判決文とか読むと、うん、全然大したことじゃないんですよ、なるほど、いや結局だってみんなに配ってんだから、うん、配ってるとかみんな買ってもらってるんですよあれ、はいはい、未上場株が上場したら必ず値上がりするかっていうとそんなことないじゃないですか、はいはい、そこを無理やり有罪に持ってった事件なんですけど、あれ結局なんか日本テレビかなんかが潜入取材して、うん、その時に社長室長かなんかが賄賂を渡したんですよ、それは本当に、うんうんうん、それがダメだったんですよ、なるほど、で、まあ、まあいいんですけど、うん、そうやって事件を俺たちが見つけたんだと、うん、でリクルート事件はこう日本を揺るがす大事件になったと、うん、俺たちの功績だと、うん、みたいなことがずっと書いてあるんですよ、うん、不法なのです、なるほどね、いやもっとだってこんなすごい会社を作った、うん、あの日本でも有、ね、あの有数のアントレプレナーが亡くなったんだから最後ぐらい褒めりゃいいのにと思った、うん、そうですね、いや江添さんって本当すごいアイデアマンですよね、そうすごい人なんだけど、うん、いや朝日新聞のあの転生人口はもうね腹立ってしょうがなかったですね、うん、本当にね、いやですから例えばですよ、はい、江添さんが亡くなったと、でこれを例えば、民放がニュースで切ろうと考えます、まあ、その時に報道マンはそれいちいち江添さんの業績は調べません、じゃあ朝日新聞どう書いてるかそれ見るんですよ、あ、まあ、ね、あ朝日がこう書いてる OK ほなこの論調でいきましょうってやるんですよなるほどね、うん、だから国際大きな国際問題だったらそんな国際問題報道マンは分かるわけないんですよ、だから朝日はどう書いてる、ああまあ、これでいきましょうって、だからそういう意味で朝日新聞の影響力って未だに強いんですよ、なるほどね、でちなみに私は朝日新聞にめちゃくちゃ嫌われてますからね、はい、ちょっと喋ってもよろしい、はい、TBS、はい、私 TBS もめちゃくちゃ嫌われてるんですけど、はい、相当昔は仕事されてたんですね、昔はねやってたんですけど、はい、まあ、あの情熱大陸も出てたんですけどね、はい、まあ、いつの頃からもう全局に嫌われてるんですが、ある時 TBS はですね本屋大賞の特集をある番組でやったんですよ、はいはい、で本屋大賞を取れば、売り上げがどんな風に変わるかっていうのね、うん、それをこう、2012年なんとかこれはこうなってこうなったでずーっとやってるんですが、いいと見てたらあれ2013年だけないやんでその2013年は私の本なんですよ、でも本屋さん大賞の中でも本当歴史的ないもうエポックな本じゃないですか、うん、海賊と呼ばれた男って、はい、
それだけ抜かされてるんですよ。で、ただ上山、堀江門さんが天生人口の話されましたけど、今将棋の天才の藤井聡太さん、うん、で藤井聡太さんがデビューした時にやっぱりもう各地みんな書き換えたんですね。で藤井聡太さんっていうのは実は、子供の時からすごく読書家なんですよ。で自分が一番好きな本は海賊と呼ばれた男で、あと好きな本は司馬遼太郎と沢井孝太郎ってこう書いてるんですね、はい、一番好きなのは僕たちの海賊と呼ばれた男、はい、でその藤井聡太さんを天生人口で取り上げて、で藤井聡太さんのことをバーッ書いてるんですよ。でこの藤井君は本も読むんだってね、読書家なんだ。で彼の好きな本は司馬遼太郎と沢井孝太郎、おい僕の本が一番好きなはずなのに僕の名前消えとるやないか。なるほどね、はい、すごいですね、はい、もうですからもう地上波とかもう新聞社はとにかく僕の名前を消すと。でもさ、そうやってなかったことにするって本当にすごい印象操作ですよね。そうですよね、本当に平気でそういうことやるんで、まあ毎年だいたいベストセラー変えてるんですよ、30万も40万も売れてるんですよ。今の堀さん分かるでしょ、30万売ったらすごいことですよ。すごいですよ、すごいですよ、はい、でも絶対に今この本が売れてるというふうに紹介されたことないです。紹介はされないってことなんですね